皆さん、こんにちは。2016年世界ジュニアフィギュアスケート選手権を14歳で制した本田真凜さん。本田真凜さんは近年、芸能活動や音楽活動にも力を入れているようで、引退するのではないかという噂が広がっています。その理由として、宇野昌磨選手との結婚があるのではないかという報道も出ていますが、真相はどうなのでしょうか。また、本田真凜と宇野昌磨と検索すると、性欲や夜といった予測変換が出てきます。今回は様々な噂がささやかれている本田真凜さんについて紹介していきます。教育熱心で子供思いの両親のもとで生まれ育った本田真凜さん。そんな本田真凜さんはどのような経緯でフィギュアスケートと出会い、どんな実績があるのでしょうか。関西大学初等部を卒業している本田真凜さんは、小学校から関西大学系列で内部進学をしています。この頃すでにオリンピック出場を目標に定めていたと話しています。中学は関西大学中等部です。関西大学中等部は大阪府高槻市にある私立の学校です。中学生の頃から主に国際大会に出場していたので、あまり通学できていませんでした。それでもしっかり卒業をされているので、フィギュアスケートの合間を縫って勉強していたようです。そして高校は青森山田高等学校です。現在は中学校を併設して青森山田中学高等学校となっています。青森山田高校は青森県青森市にある私立のスポーツ盛んな高校です。ただ本田真凜さんはもともと関西大学高等部に進学していました。1年生終了してすぐ練習拠点をアメリカに移すことを発表したと同時に転校することも公表しました。青森山田高校は本田真凜さんのような特例にも寛容な学校なのですね。妹の本田美優さんもこの学校に在学です。この学校は世界で活躍する多くのスポーツ選手が卒業しています。大学は明治大学政治経済学部に進学しました。明治大学は東京都千代田区神田駿河の台に本部を置く私立の大学です。本田真凜さんはスポーツ推薦で入学しました。しっかり大学まで通っている本田真凜さんがフィギュアスケートに出会ったのは2歳の時で、家族で地元のリンクへ遊びに行き、兄がハマったのに続いて本田真凜さんも一緒に習うようになりました。他の習い事もチャレンジしましたが、唯一楽しみ取り組んだのがスケートだったそうです。ちょうどその頃トリノオリンピックが開催されており、荒川静香さんが金メダルを獲得しました。それを見て自分も荒川静香さんのようになりたいと思い、選手を志します。2歳から練習を重ね、2011年の全日本ノービス選手権 B クラスに出場し、2位の好成績を収めました。その結果から指定強化選手に選ばれ、翌年の同大会で優勝し、国際大会にも出場していきます。2013-14 シーズンからは全日本ジュニア選手権にも招待され、上の世代が多い中、5位と大健闘します。2015-16 シーズンにはジュニアクラスに移行し、主に国際大会に出場しました。初参戦のジュニアクラスグランプリシリーズコロラドスプリングスで2位、次のクロアチア杯で見事優勝し、ファイナル進出を決めます。ファイナルでは3位となり、初参戦でこれだけの結果を残し、より一層スター候補として注目されるようになりました。すると2016年世界ジュニア選手権を制覇したことで、その瞬間候補ではなくスター選手の仲間入りを果たします。翌シーズンも同様の活躍を見せ、次第にオリンピック候補に名乗りを上げるまで成長を遂げました。ジュニアクラス時代までの戦績は素晴らしく、トップ選手と呼べる活躍をしています。しかしシニアクラス移行後は体調面の不良や怪我などがあり、思うような結果が残せていません。さてここからは引退について見ていきましょう。2021年、約11ヶ月ぶりの公式戦を終えた後、報道対応の中で、自分の中では大学生が終わるまでかなと思うと話す場面がありました。2018年の全日本選手権で15位に沈むなど、近年は苦しんでいるようですが、今季は吹っ切れて楽しい気持ちで滑れていると言っていました。前向きになった中、現状の心境を示した上で、一つ一つの試合を全力でまた輝けるようにしたいと意気込みを語っていました。このように大学卒業を機に引退することを示唆していた本田真凜さん。
同世代のスケーターには大学卒業後に引退して就職する人が多い傾向にあります。本田真凜さんのお兄さんもそうでした。本田真凜さんにとって期限を決めて引退することが合っていると感じているらしく、それが大学卒業だったそうです。競技を続けないとしてもアイスショーでスケートを続ける選択をするのかもしれません。しかしそれと同時にスケートから離れる選択肢もあります。本田真凜さん自身はどの選択肢が最も自分に合っているかよく考えていきたいと話されています。きちんと考えているようですが、ここで可能性の一つとして結婚を挙げています。本田真凜さんは宇野昌磨さんとの交際が発覚しています。予想ではありますが、宇野昌磨さんを支えるために結婚することもあり得るのではないでしょうか。まだお互い若いので何とも言えないですが、結構有力な気がします。もちろん確定な情報はありませんでしたので、あくまでも憶測にとどまっています。ただ本田真凜さんは結婚したとしても芸能活動は続けるような気はします。他にも引退理由には病気や成績不振の可能性もあるようです。2022年12月25日の全日本選手権でめまいがあり倒れたとの報道がありました。これを機にもしかすると本田真凜さんは病気なのではないかという噂が出てきたようです。また成績については、2018年くらいから成績不振で活躍ができなくなっているようです。テレビで見ない日はないのですが、なかなか本業では結果がついてこなかったようです。というのもフィギュアスケーターはなかなか過酷な競技です。フィギュアスケートの選手生命が短い理由は、激しい競技による身体的負荷や怪我だけでなく、競技の進化やジャンプ技術の進歩によっても影響を受けています。競技の進化によって選手たちはより難しい技を習得する必要があります。例えばトリプルジャンプが基準となっていた時代にはトリプルアクセルを決めることが難しかったですが、現在では複数回決める選手が珍しくなくなってきています。このような技術の進化に対応するため、選手たちは身体能力を極限まで引き出す必要があり、そのために高い身体能力とトレーニングが必要となります。またジャンプ技術の進歩によって選手たちはより高度なジャンプを決める必要があります。しかし高度なジャンプを行うことで選手たちは怪我をするリスクが高くなります。特に3回転半以上のジャンプを行う場合には負荷が非常に高く、膝や股関節の怪我が多いとされています。さらに選手たちは年齢制限によっても競技生命が制限されています。フィギュアスケートは20歳前後が選手のピークであり、30代以降は競技力が低下し引退を余儀なくされる場合が多いです。このような短い競技生命を持つ選手たちは現役引退後に新しいキャリアを模索する必要があります。以上のようにフィギュアスケート選手の選手生命が短い理由は、激しい競技による身体的負荷や怪我だけでなく、競技の進化やジャンプ技術の進歩によっても影響を受けています。本田真凜さんも年齢的にはフィギュア界ではもう厳しい年齢になっています。引退の時期を決めている本田真凜さんですが、引退後の活動はどうなるのでしょうか。本田真凜さんはオスカーに所属しており、すでにタレント活動をしております。現在インスタグラムのフォロワー数が90万人を超え、女子大生としての生活を楽しんでいる一方、引退したら指導者や解説者として活躍する可能性があると言われています。たまにキャスターなどでニュース番組に抜擢されてますよね。実家は精密機器関連会社を経営するお金持ちで超お嬢様として知られています。引退後はスポーツ界に泊まるかどうかはわからないとされていますが、競技生活の一線から退くことで新たな可能性を模索することができるかもしれません。選手本人や所属団体からの公式発表がないため真相はわかりませんが、本田真凜さんの今後の活動に注目が集まっています。彼女がスケート界から引退するかどうか、もしくは競技復帰を果たすかどうかは分かりませんが、彼女の今後の活躍に期待が寄せられています。彼女が音楽や芸能活動に力を入れる一方、指導者や解説者としてスケート界に携わる可能性もあります。これからの彼女の動向に注目が集まることは間違いありません。本田真凜さんは17歳の頃からフィギュアスケートの宇野昌磨選手と真剣交際をしており、馴れ初めが素敵すぎるとも言われています。2014年のアイスショーの公演後、打ち上げで焼肉に行った際に
本田真凜さんの恋愛の話になったそう。本田真凜さんが彼氏欲しいなと言ったところ、なんと宇野昌磨選手が無言で自分を指さして立候補したというのです。この時本田真凜さんが13歳くらい、宇野昌磨さんが17歳くらいだそうで、年の差は4歳ほど。この場には2人の母親も同席していたそうですが、高校生なのに親の前で堂々としていた宇野昌磨さんに本田真凜さんもかなりときめいたのではないでしょうか。現在も交際は順調のようで、お揃いのパーカーを着ていたり、コスプレ姿のツーショットを投稿したりもしています。ご両親もかねてより2人の交際を応援しており、祝福応援する人も多い一方、一部では嫉妬から誹謗中傷をしてしまう人もいるようです。2人の交際が始まったのは本田真凜さんが高校生の頃です。本田真凜さんは2024年に大学を卒業予定ですし、大学卒業を機に引退することも考えているようなので、2人が結婚するのもそのタイミングなのかもしれませんね。4歳上の宇野昌磨さんは27歳になり、結婚を考える年齢でもあると思いますので、純愛を貫いてきた2人の今後に注目していきたいですね。いかがだったでしょうか。本田真凜性欲や本田真凜夜といった検索結果が出る理由は全く不明でしたが、やはり一部のコアなファンが気になって調べたという理由が大きそうです。また本田真凜さんの性欲で検索すると、本田真凜性格ではありませんかとと出ます。もしかしたら本田真凜さんの性格について検索しようとした人が間違って検索してしまい、そのままワードが残ってしまい、性欲というワードを見た人が気になってクリックしてしまうという連鎖が起こったという見方もあるようです。実際宇野昌磨選手とは交際しているので気になるのは仕方がありませんが、今のところ2人の夜の事情の話はないようです。もう少し年を重ねてテレビ番組などに出演した際に、そういった話を聞くことができるかもしれませんね。2歳からフィギュアスケートを始め、ジュニア時代から活躍してきた本田真凜選手、最近は成績が伸び悩んでいるようです。大学生まではフィギュアスケートを続けることを話しているので、まだ活躍する姿を見ることはできそうです。芸能活動も精力的に行っているようですので、これからもいろんな本田真凜さんを出していってほしいですね。さらに注目していきたいです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。